何度も聞いてもらって、一つの方向を考えて、今日も行ってください。今日は楽しみましょう。よろしくお願いします。昨日沖縄セルラースタジアム那覇で開催されたソフトバンクホークスベースボールキッズ2023、うるま市出身の東浜直投手や南城市出身の峰井宏樹選手、北中城村出身のリチャード選手らが登場し、子どもたちを直接指導しました。相手をちゃんと思いやって、胸の付近にボールをしっかり投げて、その意識を持ってやってください。狙う人はグローブ、狙う人にグローブ持ってくれる。めっちゃ体でかいなと思いました。普段の野球に活かせそう。はい、めっちゃ活かせそうっす。もう予告ホームラン。憧れの選手から直接アドバイスを受けた子どもたち、目の前で繰り広げられるプロの技に目を輝かせていました。